地のところ、フアアジュリケーターズってところなんですけど、ここはじゃあ地のそのなんかロールっていうか、地ってどうあるべきかってところで、まあすごい PP とかに関わらず、その何の雑でもそうだと思うんですけど、まあ PP だと特にランキングを決める、当然ながらランキングを決めて、それをリーズンフォーディシジョンという形で、まあディベーターに説明して、その時に注意してほしいのが、チームの間の差を説明するというか、そのガバーミンでしたとかじゃなく、その1位と2位の差を説明する。で、まあこれはそのフィードバックのそのなんか説明は、まあ時によっては終わるとかになると思うんですけど、そこまでジャッジの仕事です。で、まあここまでは普通に皆さん知ってる通りだと思うんですけど、で、まあよく言われてる次下のラインいくと、まあよく言われるアベレージリーズナブル、リーズナブルパーソン、なんかそのまあ一般常識とかは知ってるよねぐらいな人を想定してる。で、まあなんかノンバイアスって書いたんですけど、そのまあなんか勝手にこうこのモーションはこうあるべきだよねとか、このモーションでこの議論出てこなかったらダメだよねとか、勝手にこう行き過ぎたバージョンなり、行き過ぎたこうエクスペクティッドアーギュメントみたいなのを持っちゃうと、やっぱりそれってすごく不利になってしまうので、どのジャッジがそのラウンドに入ったかによってすごくそのディシジョンがこう左右してしまうので、まあフェアにというかこうバイアスなく、その過度なこう期待とかこう、まあある程度のバージョンとかもいいんですけど、これがなかったら絶対ダメとか、そういうこう行き過ぎた介入なり期待っていうのを持たないでほしいなっていうのがあります。で、あとまあ最後に書いたスペシフィックなナレッジをこう使わないっていうのは、まあ自分がどの学部とかに所属してるかによって、例えばすごく経済に詳しいですとかあるかもしれないんですけど、そういうのをこうテクニカルな話を持ち込むとすごく不利になってしまうので、これもまあ普通のこうなんだろう、一般的なっていうところに立ち返って常にジャッジをしてください。で、一つ付け足すとすると、アベレージリーズナブルパーソンっていうのはもう普通の人であって、必ずしも全ての話を完璧に受け入れる人ではないってこう覚えててほしくて、ディベーターがなんか説明したからといって、それがなんか普通に聞いておかしくないって思ったらダウトを持ってそのアーギュメントを見るべきだし、必ずしもちゃんとロジックがあるからといって全てのアーギュメントを同じように完璧に取るっていうのはちょっと違うのかな。本当に普通の一般人としてそのアーギュメントを聞いたとしたらどう思うかっていう普通の人の感覚っていうのを忘れないことは大切かなっていうふうに思います。ここまで大丈夫ですか？じゃあ次いきます。次なんかランキングをこうどう決めるかっていうか、まあその大枠として BP はどういう点でそのまあディシジョンを決めるかっていうところなんですけど、まあ普通にこう考えて多分わかるんですけど、1個目のとこはなんか自動的に勝ち負けとか、あそういうのはなしっていうのは、まあ今まで言ったのとちょっとつながるんですけど、この話がなかったよねとか、例えばから応じようにねとか、そのもしくはなんかロールフルフィルメントっていう尺度だけを取ってこのチーム1位とか、そういうこうなんか自動的になんか短絡的にこう勝ち負けとか順位を決めないでほしい。でそれはその総合的になんか下の方にコンパラティブ・ホリスティック・アンド・スペシフィックって書いたんですけど、総合的にこうラウンドを包括的に見てほしいからっていうのがあります。で結局その、まあ、一番なんだろう、4チームもいるから難しいっていうのが実際あると思うんですよね。その順位をただの勝ち負けじゃなくて順位を決める点において、でも、まあ、一番その純粋に言ってしまうと、ラウンドを通してどのチームが一番説得的だったのかというか、そのチームの議論に一番自分がこうそのモーションの否定肯定っていうそのまあバージョンというかをこのチームが一番果たしていて、かつちゃんと議論の中心にあったなみたいな、そのまあ大枠としてはそういう説得性っていうのはやっぱり一番見てほしい。でかつ、まあ、その下に書いたのは常に4チームいるから、比較と総合的にこうなんか全体を見るのと、かつ、まあ、細かい議論も追うっていう、なんか同時にそのまあこういうのをやってほしいっていうのがあるんですけど、
まあ、これが大枠としてはランキングを決める上でなんかこういうのを頭に置いてディベートを見てほしいなっていう点です。でなんか BP においても、まあ、4チームあるはあるんですけど、結局ベンチ、そのガバベンチ、オポベンチはその、まあ、敵同士ではあれベンチをシェアしているので、そのベンチとしてやっぱりこう議論を組み立てるっていうのが、まあ、ある程度あって、そのチームが結局そのガバベンチの貢献にどれだけ例えばなっているかとか、そのモーションを否定するなり肯定する中でどれぐらい存在感というか大事な議論を出したかっていうような尺度が結構 BP では大事になってきます、はい、なんか最終的にはもう普通のディベートと変わらずチームって見方をせずにガバ側とオポ側があって、肯定してる側と否定してる側ってあって、結局はまあ、BP で今4チームだけど、例えばこれが8チームあるとしても、結局は最終的には、まあ、このモーション取るべきかと、このモーションやらないべきかっていう一個の大きい議論に落ちてきて、じゃあその説得された方をするべきと思うか、しないべきと思うかに、その説得された理由としてどのチームが一番その自分を説得するにあたって一番いい話を出していたのかなとか、どのチームが一番相手のコアとなる主張を切っていたのかなとかっていうふうに見ていくといいのかなって思うのが一つと、あともう一個はさっきマリナも言ってたんだけど、必ず比較してみること。でこれはもう一個一個のアリメントを見るときも、例えばガバはバンタバコのガバだったら、なんでかっていうと体が悪いからって話とかってあると思うんだけど、でもそれを体が悪いってのをどれだけうまく説明できたかって見るんじゃなくて、じゃあそのうまく説明できてた量ってのは他のチームの説明した内容と比べてどれほどいいのか、どれほど違うのかっていう、必ずアーギュメントが単体で見るんじゃなくて、他のアーギュメントと比較した上でどの程度どれが勝ってるのかとか、どの程度どれが足りてないのかとかって感じで、必ず2つ以上比較するってことを意識しながらやるといいのかなと思います。ここまでは大丈夫です。はい、じゃあまあ一番多分時間割くのが次の3つ目の部分で、まあ、どうやってその中こう実際にランキングを決めていくのかっていうところなんですけど、まあ多分皆さんきっとオーディエンスとしてディベートを見てるときとかも、なんとなくこう印象とかでこのチームいいなとか、例えばこの順位かなとか、こう直感で多分決めたりすることもあるかもしれないんですけど、でもジャッジってやっぱりそのまあ論理的にその自分のディシジョンを正当する義務があるので、そのやっぱりこう自分の順位っていうのを正当化するこうクライテリア、その尺度というか基準を、まあ、ここで説明します。で、まあ、ABCD っていうのを挙げたんですけど、まあじゃあ一個ずつ見ていくと、あ、すいません、この4つをこう総合的にこうなんだろう、まんべんなくというか見てほしい。例えばなんかマターだけこう取り出して、その他のことが結構全然できてなくても、マターだけで そのチームがまあ1位になることもあるかもしれないけど、それは結局比較とその周りのチームとの比較と他のなんだろう要素を抑えてもそんなに良かったのかとか、そのこのクライテリアはこう全てをなるべくこう包括的に見てほしいです。で、まあ、また、まあ、A、B はその普通の NA なりエージアのディベートと変わらず、まあ、そのまたで言うとアーギュメントであったりリーズニングであったり、こういうこう議論の内容自体、そのコンテンツというか中身自体を指しています。で、マナーもう他 そのスタイルと一緒で、あ、でもちょっと特に BP だとクロージングハーフになった時にこうパッケージングとかそのオープニングとちょっと似ているけど、でも違う見せ方をするっていうのが結構クロージングだと生まれてくるので、 BP のマナーはその他のスタイルと違って結構こう見せ方とかどうやってそれをディベートの中にこう組み入れるかみたいなことも入ってくるので、特になんかパッケージングなりワードチョイスっていうのはユニークな BP のマナーになってくると
思います。で、ここまであったら大丈夫だとは思うんですけど、 C のロールフルフィレメント、まあ、よく多分聞く単語かなと思うんですけど、なんか、まあ、BP においてはこのロールの人はこれをやってねっていう、こうやるべき仕事っていうのがあって、それを満たしているかどうかっていうのがロールフルフィレメントで、まあ、黒板にちょっと書いておいたので、まあ、見ていただきたいんですけど、BP やったことあるとは思うので、なんか新しいことは多分ないんですけど、 PM から言うと、そのやっぱりセットアップ、特に OG はそのすごく OG の仕事としてセットアップ、そのディベートをこう決めるそのディフィニションとセットアップっていうのがすごく大事な仕事なので、そこをしっかり果たしているかっていうのは、その OG を評価するかなり大きなこう基準になると思います。で、PM の仕事はそれをすることと、アギュメント、OG のその議論を組み立てるってことです。で、まあ、そのまま LO に行きますね。じゃあ、スピーカー上で LO に行くと、その LO もなんかスタンスというか、LO とし、OO として何をこうサポートするのかってディベート、ラウンドによって異なると思うんですよ。例えば、ステータスクを OO としては肯定するのか、またはプロベルマを全面的に認めてカウンタープロポーザルを出すのか、結構全然違うから、そのスタンスをしっかり LO として出せているか。で、まあ、普通のディベートと同じようにアーキュメントと PMA のリフュートっていうのが LO のロールになります。で、DPM と DLO はこう反論と自分たちのアーキュメントをさらに深めるのと、そのオープニングハーフでやっぱりこう勝つっていうか、リプティでオープニングハーフ終わるので、そのディフェンドだけする OG、OO って書いてあるんですけど、やっぱりこう自分たちの議論っていうのをしっかりリプティの段階でどこまでこう守るというか、その組み立てきれているかっていうのも結構リプティの仕事になります。で、ここまではそのそんなにこう NA とほとんど変わらないので、まあいいのかなって思うんですけど、クロージングの方に行って、で、エクステンションと行くの説明をしようと思うんですけど、まあ、先にじゃあメンバースピーチの方に行くと、メンバースピーチのやるべき、メンバーさんがやるべきことは、自分たちのそのエクステンションを出すのと、そのまあそこまで出た相手の話に反応すること、まあ、そのリフテーション自体がエクステンションにもこうなるので、なんかそんなにこう別に扱えないこともあるんですけど、まあ、この主に2つ仕事があって、でエクステンションの話をちょっとここで回したいんですけど、このレジュメの方を見てもらって入ったのが、オープニングが説明していないベンチとして勝つのに重要な分析って書いてあるんですけど、その結局ベンチとしてやっぱりこう勝つ、そのガバーならそのモーション肯定だし、オコならモーション否定だし、そこにはこう変わりはないので、普通のディベートとなんかそこ、その勝つために大事な話ができているか。で、そのなんかエグザンプルとしては、完璧なニューをこうサードのニューみたいな感じで出す必要は必ずしもなくて、例えばオープニングが AP の話をすごく中途半端ぐらいまで出していた後を引き継いでメカニズムをがっつりこう詰めるのもエクステンションだし、同じプロブレムなんだけどキャラクターライゼーションがすごくクロージングで深まったらそれもエクステンションだし、そのオープニングの出したプリンシプルの強いアナロジーを出してきて、なんでそれがこのディベートにおいてアプリカブルかっていうのを示すのもエクステンションだしって感じで、その OG、あ、すみません、オープニングのこう基盤を引き継いでいても、なんか必ずしもなんかすごくニューっていうか完全なニューじゃなくてもエクステンションになりますっていうのをしっかり理解していただきたいなと思います。っていうのもオープニングで結構こう議論が出されてしまうケースが、まあ、あった時に、クロージングが全くオープニングと違う土俵じゃないとエクステンションじゃないよって言われたら、もうなんだろう、すごくクロージングのバージョンが重すぎるというかかわいそうなので、
やっぱりそこはこうフェアにそのエクステンションっていうのを見極めて評価してほしいかなっていうのがあります。なんか本当に覚えておいてほしいのがよく聞くのが、なんだろう、 CG さんは新しいアーギュメント頑張らなかったから評価できませんでしたとか、 CO は新しい話頑張らなかったのでとかっていうのはよく聞くんだけど、結局はそれってめっちゃおかしな話で、アーギュメントがあるないじゃなくて、そのチームとしてそのディベートに貢献したかどうか、コントリビューションがあったかどうかってところで見てほしいかなっていうのが一番ここで伝えたいことです。結局そのコントリビューションっていうのは、まあ、例えば CG のメンバーがうちら2エクステンションありますって言って新しいアーギュメント2つとして、1個目はもう OG と全く被ってて、2つ目はまあ説明しきれてなくて微妙だけど、その MG はレフィートがめっちゃ良かったとしたら、そのレフィートをその CGMG としてのディベートへの貢献コントリビューションとして新しいなんかすごいいいアーギュメントが出たっていうのと同じくらいに評価するべきかなっていうのがあります。だから本当に必ずしもアーギュメントである必要はないし、さっきマリオの全体にメカニズムを詰めるだけとかでも、もしそれをすごいできてたんなら、でそのメカニズムを詰めたことによってガバの価値につながったんなら、それは評価する点だし、まあアナロジーとかでめっちゃごちゃごちゃして平行線だったのが、このアナロジーによって、あ、本当にガバの言ってるのはすごい筋が通るし、相手の話を聞けたんなら、それもそれですごい取るべきだし、そういうとこはちゃんと、なんだろう、アーギュメントじゃないからとかっていう基準をつけずに、どれだけ貢献したか、どれだけそのチームがディベートに必要だったかって点で見るのが大切なのかなというふうに思います。あと、やっぱなんかそういう MG のスピーチとか MO のスピーチ聞いてるときに、いいこと言ってんだけど、このディベートに気づいてないなとかっていうのも結構あったりして、例えばすごいいいレフィートを打ってんだけど、そのメンバーとしてはそこにあんま重点的に話してなく、そこをなんかさらっと流しちゃったけど、うわ、めっちゃいいこと言ったとかって思ったら、それはもうジャッジとして積極的にその言ったいいことってのを評価していく必要はあるのかな。ただ単にディベーターがそのいいこと言ってんのにあんまり押してこないから、じゃあそこはあんま評価しなくていいやっていうのは違って、そのディベーターが気づいてなくてももしいいこと言ってたんなら、それはちゃんと説明してちゃんと汲み取ってあげるべきだし、逆にすごい自信持ってどうでもいいこと話してたら、それは自信持ってるからって取る理由にはなんないじゃん。だからそのディベーターがどんだけうまく説明してる、うまく説明してるかとか、どんだけ自信持って重点的に説明してるかっていうのはあんまり基準にならなくて、ジャッジとして本当にさっき言ったみたいに普通の一般人として聞いてていいって思ったらそれは評価すべき、あんまり良くないって思ったらまあドヤ顔で言われても評価しないべきみたいな、そういうふうにそのラウンドへの貢献度って点で見るのが大切なのかなって思います。はい、なんだろう、結構こう漠然と話しちゃってるから、なんかジャッジレクチャーってディベーターレクチャーと違って、なんかこれ考えてみてくださいとかがあんまりできないで、なんかこっちがなんか多分例をこう出したりした方がいいのかなと思っていくつか考えてきたんですけど、そのこうモーションを肯定否定できているかっていうのをこうなんかさっきから何回か言ってて、それがつまりどういうことかっていうと、なんかモーションが求めているものにこうガバオポとしてそれぞれこう答えられているかっていう、その、まあ、そのモーションがこう出て15分間あって、でそのよく言われるのはレレバンシー、その関連、その出してるアーギュメントが本当にそのモーションと関連性があって、そのモーションだからこうユニークな話をできているかっていうのが結構こうあるんですけど、例えばなんか去年の冬 T、 去年の JBP のセミファイになんかリハビリテーションが完全に終わったら、それだけのコンディションでプリズナーをリリースしていいよっていうモーションが出たんですよ。そのなんかそういうリハビリテーションが 100% 終わりましたっていうのを測れる機会があると仮定して、でこの人はなんかリハビリ終わったってその機会がこう判定できたら、もう1週間、本当は1年の懲役でも1週間でリハビリテーションコンプリートしたらもうそれだけで出すよっていうモーションが出て、でその時にいくらガバが例えばリハビリテーションっていうクライテリオンはなんか CJS においてすごい大事なんですよって話をいくらしたとしても、なんでそれが
なんかそのコンディション、それなんでその唯一リハビリだけ終えてればリリースしていいのっていう、その紋章がこう求めている問いにガバが答えられていなければ、いくらリハビリが例えばリトリビューションより大事ですって出してても、なんかそもそもの議論としてあんまりモーションのこうガバのバージョンを果たしていないっていうように、なんかこうジャッジとしてそれを積極的にこう議論が関連性として取れませんみたいな、取れないというか、その評価があまりできないっていうようなケースもあると思います。でただ逆に本当にそのソロコンディションじゃんっていうところをがっつり詰めてきたら、例えばチームのガバでそれはすごくこう積極的にガバの議論を強くしたよねっていう点で評価するしっていう、そういう感じでこうなんかモーションが何をこう なんていうのかな、求めているのかっていうのをジャッジはそれは介入ではないっていうか、そのアンフェアにそのまま入るんじゃなくて、それはモーションがもう設定してるこうクエスチョンなので、そこについてはレレバンシーというかバージョンとしてその基準を持ってもらうということができると思います。で、なんかもっとめっちゃ簡単な例で言うと、バンタバコのガバありますと、俺今からアーギュメント2つ言うから A と B どっちの方が説得力あるかっていうのを俺が話した後に手挙げてほしい。1個目に行きます。アーギュメント1は、タバコっていうのはめっちゃ体に害があって、まあアディクションもあるし、自分の意思に反して吸い続けちゃって、それによってまあ無意識的に自分のヘルスをダメージしてて、続いてたとしても止めらんないっていう状況があり、政府としてそういう状況から人々を救うべきだよね、だからタバコをバンします。アーギュメント2、タバコバンすることによって人々の生活がめっちゃ良くなる。なんでかっていうと、タバコにつぎ込んでるお金がもう必要なくなるじゃん。それによってそのお金っていうのがすごい自分のプールとしてできて、それをよりなんだろう、自分の欲しいものと抱えて PS3 買えるし、俺今ポケモン欲しいんだけどポケモンの XY 買えるし、それによってその人の幸福が満たされます。はい、どっちの方がいい？ A か B？ ポケモンだと思う人でしょ。なんでかっていうと、そのポケモン得れた得れないはタバコも関係なくねっていう、そんな欲しいならもっと働けようか。だし、うん、そう、本当にモーションとどうつながってるかっていうのをそういう点で見てて、うん、結局そのポケモンの良さとかポケモンがあることによってどんだけ俺なんだろう、俺が幸せになるかとか説明したところで、でってなるじゃん。そういうことが感じに言っちゃう。なんかこの話すごい頑張ってくれ、話してくれてるけど関係ないよねって思う時多分あるかなと思うので、なんかそれはまあディスカッションでこの話どう取りましたとか、他のジャッジと議論できるような BPM の良さなので、なんか例えば BPM のなんかこのセカンドポイントって関係ないんじゃないかなって聞きながらも皆さんがもし思ったりしたら、それをなんかこう、まあ、頭に入れといて、で、まあ、それがなぜ関係ないのかっていうのをしっかり説明できるなら、それがある意味こう評価する一つのこう指標にはなるので、なんかそんな感じで関連性ってかなり BP においては大事になってくるので、いっぱい議論が出てきてしまう以上、やっぱりそのモーションのコアな話をしているかどうかっていうのを結構見てほしいなとは思います。で、まあエクステーションの話でなんかこうエグザンプルの中2列目のとこに、例えばデッドロックを解消した場合その評価が高いで、なぜなら例えば CG がオープニングハーフのこうすごいと水かけになっていた議論のこう決め手となる線引きを例えば出したら、そのチーム CG がもしいなければオープニングハーフとほぼタイだったものを CG がいることによってガバ有利にガバベンチに持っていったっていうケースが例えばあったら、そのエクステンションの評価はかなり高いです。なぜなら CG がいなければ結局議論の決着がつかなかったからって感じで、そのチームがなんかいなかったらどうだったかなみたいな視点で見るのもありかなって思います。そのチームがもしいなければそのこのディベートはどうなってたんだろうっていうのもある意味そのチームのこう存在感というか貢献度をこう見れると思うので、でそれもインテントのレシートとかにも
のレシートなかったらどうなってる？あんま意味なくね、どっちみち相手は説明できてないし、そのアーギュメントとか。でも逆にこのレシートなければ、相手のこのがっつり立ったプリンシプル残っちゃうし、相手の勝ちにより繋がっちゃうから、じゃあこのレシートは大事なレシートなんだなとかって感じで見れたりもできるし、その、なんだろう、その話があったかどうかとか、その貢献があったかなかったかっていうのは結構他のところにも応用できるのかなっていうふうに思います。そうですね。なんか、まあ、自分がこう、今まで経験した VP ランドを思い返して、なんかエグザンプルいいのあるかなって考えてきたんですけど、なんか、最近のアキティ、一番先のアキティのラウンド1に、なんかアカデミックアビリティをこうベースにクラスを分けますってやつが出たんですよ。すごいなんかアーリーステージオブエディケーションでその学校能力別にするみたいな。でそれで私がこう応援に入ってて、ですごいオープニングハーフのディベートがなんか、まあ、よくある水かけの議論になってしまって、まあ、GABA はなんかエフィシェントだし、コンペティションやらして、結局学力、そうやって分けた方が上がるよねって話をして、O は、いやでも学力以外にも、例えばなんかいろんな学力の人と混ざってた方が、結局コミュニケーションとかもできるしとか言って、なんかあんまりこう、決め手がないままオープニングハーフが終わってしまって、CO がそこになんか出てきて言ってたのが、その、なんで混ぜなきゃいけないかっていうと、なんかすごく、スクールのユニークなロールとして、その違うレースとか違うエスニシティとかリリジョンの人とこう一緒に生活する場所だよねみたいな。で、AP 何が起こるかっていうと、結局そのホワイトのお金持ちな子は上の方に行くし、ブラック、まあ、アメリカを結構想定してたんですけど、そのブラックのフォアの子はそのまあ下のクラスに行きがちな傾向がこう顕著に現れて、その結局なんか社会階層をそのままこうエコノミックのキャパシティと学力っていうのが比例するっていうのに基づいて、結局学校内ですごいこうレースのディビジョンとかディスクリミネーションが激しくなるみたいな話を仕様が出してきて、だからなんか絶対混ぜとかなきゃダメみたいな。でその何がここで良かったかっていうと、なんかオープニングだとその分けていいの分けちゃいけないのってとこであんまりその絶対的なこう理由をあんまり示せなかったんですよ、お互い。でも、CO は唯一、なんか、分けたら絶対いけない理由、分けてしまうと起こるハムっていうのをユニークに出してきて、まあそこがすごい評価されてたって感じで、その、まあこういうケースは一例なんですけど、そんな感じで、なんか、そのモーションを取るとこれが起きますっていうだけじゃ、その、勝てないっていうか、その、起きるハームっていうのがなんでその起こり得るベネフィットさえも上回るのかみたいなところまでオポとしては、まあ、証明するって感じで、まあ、見てもらえたらいいのかなって思います。で、そうですね、エクステンションで何か質問ありますか？大丈夫でしょうか？まあその時になってみないと何かこのエクステンションどう取ろうとか あるかもしれないですけど、そこはまあ後で言うようにディスカッションがあるので、周りのジャッジと、まあ、協議してって感じになります。で、じゃあ WIP に移っても大丈夫ですか？はい、じゃあ WIP に移ります。で、WIP は、まあ、ロールとしてはこの3つ、レジュメにも書いたんですけど、そのラウンド全体をまとめることと、自分私のチームとして出しているエクステンションをこう押すというか、なんでそのエクステンションがこのラウンドで大事だったかを説明するっていうのと、まあ全体的に相手へのリフュートっていう3つのロールがあって、でそうですね、なんか VIP ってすごい個人やり方があって、その人の VIP によって多分個性も違うんですけど、やっぱりエクステンションをこうクロージングとして出す以上、全く自分たちのエクステンションに例えば触れなくて、ビッグがなんかずっとリフュートばっかりしてたとしたら、それは結構こうWIPのロールとしてその果たせていないっていうことになります。っていうのも
メンバーがいくらエクステンション出してても、そのエクステンションの位置づけをやっぱりリップでもう一回、なんでその話がラウンドにおいて大事で、自分たちがこう有利な勝っているのかっていうところをリップがこうもう一回ハイライトというか、その説明する責任を持っているので、そこはエクステンションをどうリップがその扱っているかっていうのを結構見てほしいかなって思います。で、なんか米印でニューマテリアルズってハテナって書いたんですけど、まあ、ここはそのリップがそのニューの話を出してくる可能性もまああるし、出すケースもあるかもしれないんですけど、ちょっとメモっておいてほしいのが、そのテクニカリというかルール上、ガバウィップだったらニューな話を出してもいいよってことにはなっています。っていうのは、一応オポイップっていうリフードできる人が後ろに控えているので、出してもいいよってことにはなってるんですけど、でもそれはディスカレッジというか、なるべく出さないでくださいっていうことになっています。で、なんかニューなことってそのニューリフードとかじゃなくて、その全くニューのサブスタンシャル、なんかニューのなんかそのメンバーが全く言ってないニューの例えばベネフィットをいきなり出してきたりすると、それはニューマテリアルになるんですけど、全然そのニューリフードとかニューエグザンプルもいいのか、なんか明らかにこれすごい新しいなって感じるようなものではなければ、リップもそのやっぱり新しいことを話さないと自分のなんだろう貢献にならないからっていうのはあるんですけど、まあそういう新しい完全なアーギュメントなりエクステーションっぽいなんかニューを出してきたら、それはまあニューになりますっていう、なんかうまく言ってるかな。で、まあ、結局リップの仕事っていうのはメンバーがラウンドで何をしたかっていうのを見せることで、そのメンバーの仕事がまあ、どんだけ大切だったか。だからもしメンバーがあんま新しいアルバムじゃなくてもレシートめっちゃ良かったら、メンバーのレシートによって相手のこれが切れて、でそれがないからこそ相手のこのケースが立たなくてこっちの方がいいよねとかでもいいし、とりあえずそういう風にリップは自分のメンバーを光らせることが仕事であって、それをするためになんだろう、そのメンバーの良さとかそのレシートによってどうなったかとかって話すはいいんだけど、リップからなんだろう、相手のこれが立たなくなったからこそこっちのこのアーギュメントが立ってて、結局このアーギュメントどういう話だったかっていうと、こうなってこうなってってコンストラクティブにいっぱい話を作り始めたのはそれはダメかなっていう線引きかな。で、テクニカリオポイップはそのガバオイップが許されているような若干のこうコンストラクティブにもオポイップだったらダメですっていうことになっていて、まあ、それはもうリスポンスする人が後ろにいないので、そこでもしすごい大事な話をされてもすごいこう不利だし困るよねってことで、その完全なこうニューの話は一般基本的にはしないけどっていう、ただまあなんかニューの取り方って結構ラウンドによっても違うかなと思うんですけど、その新しいリフュートとかは全然こういいので、そこは、はい、その度合いっていうかコンストラクティブさっていうところで言うかどうかっていうのを判断してください。で、俺がいつも使ってる基準っていうのは、まあなんとなく似たこと言ってるならいいかなって結構緩めに見ちゃって、メンバーとかそのオープニングとかもまあそういう系の話してたなっていう気がしたら、そのままなんだろう、まあ、若干分かりやすくしたのかなというのを取っちゃうけど、いやこれ明らかに他言ってないだろうみたいな全然違う話してたら、でそれもレフィートって形じゃなくてなんかまあうちのメンバーが言ったよね的な感じで全く言ってないこととかを言い始めたら、いやそれ違くねっていうくらいだった。なんかそこまで積極的にいっぱい弾いていく必要もないし、そんな弾いていっちゃうとリップかわいそうだし、だからまあなんか本当に自分がえこれ違くないって思った時だけは考慮しないってくらいの気持ちでいいのかな。なんかそこでめっちゃ悩む必要はないかな。ここまででリップのロールとか、まあ、それ以外でもいいんですけど、はい、はい、そのリップの仕事まで想像してみるんですが、オープニング
意味では結構ジェネラルで身近になってしまったっていう時にメンバーオブザガーメントがなんかすごくいいエクステンションを出してかなりロジックとしても完成されたものを持っていたりとしますね。それでメンバーオブオポジションはあのメンバーオブザガーメントにかなわないながらも、まあ、そこそこのエクステンションを出してっていう、まあ、ロジックはちょっと大変けどもエクステンションを出してた時にガーメントリップがもう本当にメンバーオブザガーメントをほぼガン無視するぐらいの勢いで全然光らせてなかった、うん、でけれどもクロージングオポジションはあのなんかそのちゃんとニューじゃない形で、あニュースには形でしっかりあのなんか、うん、あの CO バル、メンバーのポジションのエクステンションをすごく光らせて、あこの議論とっても良かったなっていうふうに見せるまで成功したとしたら、うん、どういうと、血をなんか認識すべきかなっていうのをすごく。なんかそれパッと聞いた話だと、だから質問してるときにめっちゃ分けてるじゃん。アーギュメントではこっちの方がいい。アーギュメントでは CG の方がいい。でも、ウィップでは CO の方がいい。そう分けずに、じゃあ比較的に見て、CG の良さが例えば5だとして、そのメンバーの良さが4で、ウィップが1で合計5です。じゃあこっちの CO は、エクステンション、まあ、CG ほどではないから3として、でもウィップがこっちより全然良くて、同じ3くらいだったら合計6になるじゃん。みたいな。なんか、こう総合して、そのチームとしてどんだけ良かったのかっていうのを見た上で、こっちの方がエクステンションがいいからこっちの方が上とかだけで見ずに、じゃあそのエクステンションはまあこの程度くらいこっちよりいいよな、でもこっちのウィップも含めてみるとこっちの方がある程度いいな、じゃあ総合してみたらどっちの方がいいのかなみたいな感じで比較しながら考えていいのかな。あと例えば分かんないですけど、そのすごい MG がめっちゃいいエクステンション出してて、で言ってるみたいにオポイップがメンバー、自分の MO の話はすごい、はい、その押すのはうまいけど、実はあんまり CG に流出とかを打っててなくて、CG の話がかなりこう残ってるなら、なんかもしガボイップがそこまで押してなくても、そのオポイップの流出とかかなり不足してたよねって視点で、もしかしたら流出っていう観点からまたそこで比べられるかもしれないので、なんかそこはなんか単純にこう、まあ、これでっていうよりは、総合でこうそのチームとしてどうだったかを見るって感じで大丈夫です。はい。ここまで大丈夫ですか。で、1個ちょっと飛ばしちゃってて、ロールフルメントの1個上にナイフィングってこう米印書いたんですけど、ここをまあちょっと説明したくて、ナイフィング聞いたことってあります？そのやっぱり OG、オープニング、クロージングと分かれているものの、そのまあ一応仲間でもあるベンチをシェアしているので、ナイフィングっていうのが具体的にどういうものかをもう一回ちょっと確認したいので、うん、なんだろう、ナイフィング見たことある人？なんかナイフィングになるかどうかって基準がめっちゃこれもなんかラウンドごとっていうか、これがナイフィング、これがナイフィングじゃないっていう綺麗な線はないんだよ。だから本当にそれも一般人として聞きながら完全にコントラしてるなって思ったらナイフィングだし、でもだからといってナイフィングしたからじゃあここは4位とか絶対ないし、じゃあそのナイフィングした程度によってどれほど重要なとこでナイフィングしたかっていうのと、そのナイフィングがどれほどなんだろう、まあどれほどぶっ飛んでやっちゃってるかみたいな基準でもいいし、そんな感じでそこも比較してみることが必要かなっていうのがあります。で、なんか例えば例としてはシンタックスをバンするってモーションあるじゃん、なんかタバコ税とかアルコールだからこそついてる税とか、それを廃止しますっていうガバがいて、ガバとしてはまあ何らかの理由でシンタックス悪いよって言ってます。オープニングオプションはスタンスとしていやそんなの意味ない、なんかオポとしてはそのタバコとか悪いのは認めますと、アルコール悪いのは認めます、だけどシンタックスをバンするとかでは全く意味なく、そもそもその商品自体をバンしないとダメだよねっていう、もうすごいハードなスタンスできました。だからタバコもバンすべきだしアルコールもバンすべきだし、シンタックスをよりエクストリームな形に持っていって完全に廃止する方向に持っていくようなスピーチをしました。仕様が出てきて、仕様のスタンスとして人々のチョイス
タバコ吸いたい人は吸えるようにするべきだし、なんか、なんだろう、アルコール飲みたい人は別に飲んでよくねみたいな話をしますと。だからシンタックスを別にバンする必要もなく、欲しいって思った人がその欲しいって度合いにを元にこんくらいのタックスついてても買うよって思ってるから別にバンする必要ないしとか、逆にそういう人たちにとってシンタックスがあるからこそデータバランスになってて、逆にシンタックスないともうあめっちゃ買っちゃおうって気持ちが促進されちゃうよねって話で、結局その話も方法としての話としては全然いいし、オープニングのバンしちゃうって話も全然いいんだけど、オープニングがバンしますってスタンスを見せた後にその仕様が違う、今回のいやチョイスであるべきじゃない、人々を選んでよくねってスタンス出してくると完全にコンパラじゃんっていう。だからそういう感じでなんかナイフィングってのはその言ったアーギュメントがいい悪いに関係なく、その言った時点でクロージングが出した時点でオープニングの話とコンパラしてるかどうかっていうとこで比較して考えてみるべきかなっていうふうに思います。でも例えばなんかすごいランキングとは言えないけど、一個 の, そのクロージングが仕様が出したリフィットが王の話と若干なんか噛み合ってないみたいな、そのすごいマイナーなこうコントラみたいな時に、例えばガンバイップがあれナイフィングじゃんとか言ったとしても、それをこうオートマティックにあナイフィングだったら取っちゃわないで、そこはやっぱりジャッジとして の, そのこう本当にこれナイフィングと呼べるぐらいなこうコントラの度合いかとかっていうのをやっぱりそこで判断する義務はジャッジにあるので、その全てをやっぱりあのよく言ってくれたみたいにディベートが言ったことを全て鵜呑みにしてたらすごい多分混乱してしまうし、すごい変なこうランキングになることもあると思うので、そこは自分でこうコントロールしてほしいかなって思います。で、あとはなんかライフィングじゃない例として1個俺が体験したラウンドがあって、なんだっけな、あれユーサネイジアを OK するとかのラウンドで、オポじゃん、 OG はユーサネイジア OK だけどシーサイドはダメみたいな、そういうスタンスでそこの線引きをしてあの守ってきて、 CG にいた人はなんかナイフィングではなく、うちらはもっとラディカルなスタンスでも守りきるよみたいな言い方をして、うちらとしてはシーサイドも全然構わないよ、もし本当に、なんでかっていうとうちらのプリンシプルはそれに当てはまるからっていう風な感じで、なんかそのそっちにも当てはまるようなプリンシプルを話してて、結局それはなんだろう、オポの OG の方としてはそのスイサイドは含まれないっていう話をポイの返しでちょちょっと話したくらいなんだけど、別にそれがアーギュメントとしてその OG としてのコアのところにはなってなかったし、もし CG がそれに対して出てきてうちらはまあ最悪の場合水彩でも守るつもりだよみたいな話に言ったとしたら、別にそれはコントラとまではいかないのかな。なんでかっていうと、それがなんだろう、そこまでその OG の話を削ってるわけでもなく、 OG のコアな部分に反してるわけでもないし、でその CG としてただ単によりちょっとエクストリームな方向に範囲を広げただけであって、必ずしもその OG の話と対立してることはないのかなっていうふうに。だからなんかさっきも言ったみたいに、それがナイフィングかどうかっていうのは多分そのランドの中ではナイフィングじゃないってなったし、本当にそういうふうなよりエクストリームにプリンシプルを広げますみたいな話もう全然していいんだけど、結局はジャッジとして見てるときにそれがナイフィングかどうかっていうのはもう勘です。本当にこれがナイフィングとかこれがナイフィングじゃないってのはない、聞いた感じでナイフィングかなみたいな思ったら、じゃあそのノートのとこにナイフィングはてなくない書いていて、あとのディスカッションで話せばいいわけだし、必ずしも自分の中でこれがナイフィング、これがナイフィングじゃないってクライテリアを作って当てはめようとすると絶対失敗します。だから本当に自分の感覚を頼りにして聞きながら、これナイフィングかなと思ったらって話せばいいし、本当にナイフィングって思ったらもうそれをナイフィングとして考慮していいし、ただそれは後でなんでナイフィングって取ったかって説明はする必要はあるけど、そういうふうに自分でなんかなんとなくって感じで進んでいけば、やってるうちに分かってくる気がします。本当に、うん、すいません、はい、
者のワーキングとかをきちんと踏まえたスタンスを出して、確かに違うんですけど、この場合 CG のライフィングにはなるんですか？それは、なんだろう、 OG の出してる話ではすごくこう広い、例えばこの話じゃなくても話せる、関連してるようなしてないような話で、CG がすごくユニークな話とかを出してきた。あ、ではなく、もう OG が全くモーションを外してるとか、モーションの意味、なんかワードの意味と違えてるみたいな。でも OMP チャレンジしなかった。とか、はい、そういうのが。なんか、そういう時は別に、なんだろう。普通のディベートだったらナイフィングって取るのかもしれないけど、ジャッジとしてはそのテクニカリって書いてあるところ、もう一個のところなんだけど、ちゃんとそのポジションを考慮するってことが大切になってくるのね。だから、もし本当にクソな OG がいて、同じくらいのクソでそのクソさん気づかない OG がいて、普通にめっちゃいい CG がいて困ってたら、それはジャッジとして考えてあげるべきだし、CG がなんかそのクソさんにつられて自分もよし、うちのクソな話するぞってなる必要はないし、むしろ普通にいい話をそこから出てきたら、あ、この CG はちゃんと分かってて、ちゃんとできてるんだな。そうなったら、なんだろう、ナイフィングって感じするかもしれないけど、ちょっと多めに見てあげるとか、甘めに見てあげて、逆にその CG のいい話したかったら、このラウンド本当にやばくなかったかとか考えてもいいし、本当になんだろう、うん、いい話をしてるチームがあって、そのいい話がこう光んない理由が他のチームがやばいからだったら、ちゃんとそのいいとこをちゃんと守ってあげるべきだし、あとは何だろう、そのロールっていうかポジションを考えるっていう話だったら、例えば OG は CO にエンゲージできないな、ポイ以外で。だから OG がすごいいい話を作りました。でも CO にめちゃくちゃ崩されます。そうなると CO は多分 OG を崩したってコンテンビューションあるから OG より上には行くんだけど、じゃあそうなったからこそ王子の話が全く残ってないから王子は見捨てますってことにはならず、 CEO が来るまでは結構いい話できてたし、その話を崩せてない O と比べたら、たとえ O の話が最後ちょっと残ってたとしても、 O と王子で見た場合は王子の方がより上に行くのかなとかっていう考え方もあるかもしれないし、そういうふうにいろいろ、なんだろう、総合的に比較しながら考えるっていうのが大切なのかなって。CEO が大規模に対して大規模をしたけれども、その RS 自体は大規模よりは守っていたっていう段階、うん、で、その時に判断するとしたら、大規模っていうのがどこまでその CEO を下げるのか。それはまた同じように、大規模より CEO が勝ってたって言ったじゃん、はい、そしたら、じゃあ CEO はどれほど大規模より勝ってたのかっていうのを考えて、じゃあその勝ってた分を例えば書き出したじゃん、こんくらい勝ってました、大規模よりアーギュメントでは。じゃあそのナイフィングがあったとしたら、じゃあそのナイフィングはオホーの重要な話、オホとして重要なスタンスにナイフィングしたのか、今回のはそうだったじゃん、もう完全にオホとしてバンするって言ってるのにもう真っ向から否定してるから、普通にアーギュメントのちょっとしたリーズンにコントラするとかよりは全然度合いが大きいじゃん。そうなったら、じゃあその度合いがもう本当これもジャッジ一人一人なんだけど、そのジャッジとしてどれくらい大きく取るか、どれくらい大きく感じたかってとこなのかな。で、その大きさとかそのコントラのやばさを自分でまた相対的に考え出して、じゃあそのやばさを O より良かった仕様のアーギュメントと比較してどっちの方が上なのか、そのアーギュメントが良かったからそのなんかコントラを見逃すとはいかないけど、そこまでコントラよりもよりそのコントラがあったとしてももう本当に何85とかつくスピーチしたって思ったら、じゃあそれをそっちの方が多分上だし、コンティビューションとしてはそこまで多少内心があったとしても、でもいやこの話やばくなかったみたいな風でカバーできると思うし、逆にそこまですごくなく応募よりはいいけど必ずしもすごいズバ抜けた話でもないって感じだったら、じゃあまあそこまでなんだろう内心を考慮入れた後はあんま残んないはずじゃん。
そうなったら、じゃあその残んない、残ってないとこが、じゃあ他の OO の良さ、レシートの面とか考えたり、ポイどれほどいいポイしたかとか、貢献したかとかで見たり、そういうところと比較しながら、じゃあ総合的にどっちの方がラウンドへの貢献が多いのかなって感じ。なんかそこだけ、ナイフィングだけを見て決めるとかじゃなくて、本当に一個の要素だから、単純に言っちゃえば、ナイフィングしたってのは、ポイ立たなかったってのと同じくらい考えてもいいし、だからそれも本当どれくらいそのラウンドに重要だったか、例えばこのレフィートしてない、この相手のすごいコアな話にレフィートしてないっていうのは、ナイフィングしたよりもよりあのなんか悪いっていう面では大きいかもしれないし、本当にそこはもう一個一個細かく見てって、最終的に総合的に見てどうなのかっていうのを考えるのが大事なのかな。はい。大丈夫ですか。じゃあ、一応 C のゴルフレフィルメント終わったってことにして、まあ、4つ目残してるテクニカリティってやつなんですけど、なんかこれはそのちょっと今ゆきも言ってくれたみたいに、そのスピーチをする順番っていうのを考慮に入れるっていうのも、 PM とやっぱりボイプだとだいぶ時間差があるし、プレパできる時間も相当違うっていうのがあるので、そのまあそれをこう評価の一つの基準に入れるってことで、その何が変わるかっていうと、例えば OG の出してる議論っていうのは結構リフュートでは潰されていたとしても、なんか最初の議論としてはかなり良かったし、そのディベートこのラウンド のクオリティを良くした一員として OG のセットアップがすごい綺麗だったよねとか適切だったよねっていうのがあったとしたら、それをなんか信用がすごいいいリフュートを打ってたとしても、そのテクニカリティで見ると結構 OG っていうのは頑張ってたよねっていうなんか風に見えたりもするっていうのがあるし、で、まあ、すごい BP はポイが重要でっていうのも、直接エンゲージできない、特にオープニングハーフはそのクロージングとこう差を見せるとかエンゲージするために、まあ、積極的にポイ立つことも多いと思うんですけど、そういうのをこうやっぱり考慮に入れないとすごく不利になってしまうっていうのがあるので、そういう、まあ、これも総合的に判断する一環として、そのスピーチする順番っていうかチームのそのこうあの、うん、全体の評価をする中でそれを一つ見るっていうのが特に関係です。例えば方法がある程度いい話をしました、 CG 出てきます、おお叩き潰してますレヒートで、おおめっちゃポイ立ってますだけどビッグも取ってくれません、 CG はもうそのまま一方的にやっててひょこっと立った仕様をポイで取りました、そしたらおおさすがにかわいそうだね、なんか自分だけ叩かれててある程度言い返す機会もポイしかなくて言おうとしてるのに取ってくれない、そうしたらじゃ あ、 まあそこまで一応レヒートとしては取って ある程度叩かれたとは取るんだけど、でもなんだろう完全に潰されたとまではいかず、OO もある程度頑張ってたけど、言い返せなかったのは OO のせいではないよねみたいなことをちょっと考慮したりして、でそれでディシジョンとかランクが変わるってことはないにせよ、まあスピーカーのなんだろうポイントとかで、そこの差をあんまり開けないとかでちょっと調整したり、そういう細かいところかな。だから本当にテクニカリティでこれが上ですとかっていうのはあんまり聞かない話。だけど、まあ、忘れちゃダメな点ではあるかなっていう、一個の要素として覚えておく必要があるかなって思います。なんか、特に C とか D の、そのロールフィルメントテクニカリティって、なんか、これをマジックワードみたいな感じで使って、いや、テクニカリティで CG より、なんか、O ですとか言っても、ディベータは、なると思うんですよね。もし自分がディベートでそのリーズンポジションに言われたら何だろうって思うと思うので、やっぱり結局はそのまあラウンドの中の貢献度っていうなんか漠然とはしてるんですけど、その一つのテクニカリティとかを絶対基準としてやっぱり使わないで、その何度も言ってるように全体を総合的に評価してください。でここまで
たいなんだろう、まあランキングの付け方が一番こう BP ジャッジが大事になってくるので、ここら辺までで大丈夫です。はい、じゃあ、あとはなんかこう細々しいんですけど、8つ目のアジュディケーションのプロセスっていうところは、まあ、大体こうこの時間を目安にあのやってほしいっていうのがあって、他の普通の NA とかエージェントと違ってディスカッションが BP はあるので、ディスカッションでコンセンサスを取ってほしいというか、なるべく取りたいですっていうのも、なんかそのディベートが、まあ、最初からもし3人ジャッジがいてすごい綺麗にも一緒だったらそんなハッピーなことないんですけど、すごくこうこことここがクロースでとか、その例えば1位と4位が逆でとか、そういうケースもあるとは思うんですね。そういう時に、まあ、ディスカッションでそのこうコンセンサスのディシジョンを決めるっていうのを目指してほしいです。でどうしても時間かけてもなんかこう議論がずっと平行線とかもうダメだねってなった時のみボートでその例えば2位と3位のどっちにするかとかをボートしましょうとか、そこはマチュアのこうリードでなると思うんですけど、ボートはなるもう極力避けたいです、というか避けてほしいなとは思います。で、まあ、ざっくり言うとその5分くらい、ラウンド終わって5分くらいでその自分のこうランキングっていうのを出してもらって、でそこからチェアとパネルの順位の共有をして、で10分15分くらいそのかけてディスカッションをして、ある程度ランキングをこうまとめてほしいです。で、うん、なんか、まあ、そこからは結構チェアのなんか採用っていうかチェアのリードになるとは思うんですけど、 BP は点数、スピーターの点数もディスカッションで決めるので、そのランキングを例えば1、2、3、4ってつけた後にそのどっちから決めるかはまあ場合によるんですけど、例えば1位のじゃあ OG、 1位 OG だったらどっちの方が例えば良かったと思うとかで点数決めてって、でそこで、まあ理想的には20分ぐらいで終わらせて、そこからこうディベーター呼んでリズムディシジョン説明してって感じが理想的です。でそのディスカッションプロセスでこういくつかなんだろう気をつけてほしいというかことがあるんですけど、その完璧にその5分間とかの間に自分のディシジョンをこう確定させる必要はそこまでなくて、っていうのもディスカッションがあるからある程度こう緩いその2位と3位はかなりクロースだったから、私はそのここにこの返り手についてはそんなに何だろう大丈夫ですとか、ここはすごい動く可能性があると思いますとか、例えばそれどこがクリアだったとかどこがクロースだったとか、そういうのは結構ディスカッションにおいて大事な指標になってくるので、そういうのを決めてもらった上でこう大体のって言い方あんまり良くないんですけど、1位から4位っていうのを決めてほしいっていうのがあります。で、もし皆さんがチアになった場合は、まあ、そのディスカッションやっぱりリードしなければいけないがあるので、そのまずパネルのディシジョンとそのリーズンを聞く。で、そこからどうやってディスカッションを進めていくかっていうのをこう決めて、その、それはケースバイケースで、例えば、結構似通っていたなら、その似てるところはもう確定させて、あ、一致してるところ確定させて、違ってるところをここじゃあオープニングハーフどうしようかとか、そういうのをチアでがこう仕切って議論するっていう感じになります。なんか例えば、うん、3人ジャッジで、こんな感じになったとしたら、ここはもう確定じゃん。話し合う必要ないですと。じゃあ、そうなったら次はどこを話すべきかって見ると、ここか、ここなのかな。
同じのがあるじゃん。そしたら、じゃあ2つ、2人が同意してるってことは、もう1人の違ってる理由を聞き出して、本当にそこは、この2人が下げるべきなのか、このままこっちを上げるべきなのかって話し合いになってきて、で、例えばこれをひっくり返せたとします。そしたら、じゃあ、ここも確定したら、そしたら、ここの話になってきて、じゃあ、こっちから話してくるよりは、こっちで読むって考えている以上は、こっちをちょっと話しましょう。で、同じようにこの人が聞いて、で、なんだかんだ話しながら、あ、そっか、こっち3の方がいいなってなったら、ここの3に変わるじゃん。そしたら、必然的にここ読んで、この人も説得されたからこれ読んで OK のはず。そうなったら、ここが2にしてる人は4に変わることができた。そしたら、じゃあ、ここでまた話し合って、それでも何で読んであるべきかって話と、それでもこの人、2とか3を守りたいかっていうか、4にしてもいいのかみたいな話し合いになっていく感じかな。だから本当にディシジョンで似てるところを見つけてきて、そこから合わせていくっていうのが一番手っ取り早いかなって感じです。で、結構、まあ、なんか、分析経験で言うと、なんか、自分がパネルだからって、そのなんか、臆病にならないって全然いいので、っていうのもなんか、チアのディシジョンが、こう、絶対的でも何でもないし、その言ってしまえばかなりチェアをこう変えられるぐらいパネルはなんか大事な役割を持っているので、なんか、まあ、自分の話をすると、なんか今年の夏にあったインドネシアディベートオープンってやつで、アテネオのダリルっていうなんか、まあ、人がいて、その人がアジコアだったんですけど、その人がチェアのラウンドにパネルで入って、で、なんか最初のランキングが、なんか、かなり違ってて、これはダリルで。ダリルって、名探偵コナンみたいな顔した、背低い、ちびっこいやつです。実際、寝癖あるときもあります。違うじゃん。パッと見て、あってなって、っていうのも、まあ、一番、なんか OG が全体的に低いっていうのは、結構こう、わかるから、でもこれだけ難しいなら、じゃあまあ、OG は結構みんな3、4位だし、低いねってなるんですけど、なんか、OO の評価がかなり割れてますよね。とか、まあ、CG も割れてる。ってなった時に、結局、結論から言うと、なんか、ディスカッションを経て、私のディシジョンが、このラウンドのディシジョンになったんですよ。で、なんか、それって別に、ダリルとか、他のパネルも、なんか、その、結構こう、なんていうのかな、ディスカッションでちゃんとこう、話して決めるっていうスタンスを持ってくれてたから、話し合っていくうちに、確かにそうだね、確かにそうだねってなって、なんか、落ち着いて、なんか、最終的に、一番右になったんですけど、って感じで、その、必ずしもやっぱりチェアのディシジョンを、と最初自分が違うからって、なんか、あ、どうしようってなんなくて全然いいので、その、まあ、チェアをロールしてやるぞとかじゃないんですけど、やっぱり自分のディシジョンをしっかりこうロジカルに説明して、それが納得させて、納得してもらえたら、全然その自分のディシジョンが影響力をやっぱり持つ。で、なんかパネルだからってこう、その下手に置くようにならないで、どんどんディスカッションで貢献してほしいなって思います。はい。そんな感じかな。で、今日実際午後のラウンドは、こういうプロセス踏んでやるので、その時にまた、それ終わった後とかでもいいので、AC の人に何か、もし疑問点とか、あれば全然聞いてください。で、ここまでがそのプロセスで、なんかこの後はこうこういうこと気をつけてほしいなっていうのをいくつか書いたんですけど、5番にじゃあ最後いくと、やっぱり BP8 人も喋るっていう分、その
取ってほしいです。そのこの話大事じゃなさそうだなって思って勝手に自分で省略してなんかゲーとかしてて、でもディベート的にはその話を説明したっていうふうに思ってるから、後でこの話どう取ったんですかとか言われてすごい困っちゃったりすると残念なので、そのフローはやっぱりこうしっかり落とさないで取って、でかつ声も記録してほしいです。その特にエンゲージを見るときにポイがかなりこう大事になってきて、1個のポイでその例えば1個のチームのケースがこうすごいその下がっちゃったり、例えばその開始そのすごい綺麗大事なポイにうまく答えられてたら、それはまたその2チームを比較する大事なことになってくるから、ポイも誰がどのチームがどこにしてで何を言ってて、その返事がどういう感じだったかっていうのをやっぱり記録してほしいです。そう、俺がいつもやってるのは、例えばこれ縦に書いてますね、フロー。で、PM がこうあります。いつも喋ってるスピーカーの横にこう書いてあります。で、何かっていうと、こうが立ったら1回、立ったら全部届いてて、何回立ったかっていうのを数えて、取られたら、取られたやつと違うようでマークして、で、その内容を書いて、で、それに対する答えをこう書いていくみたいな。そうしたら絶対、例えばこの PM のスピーチ中だったら、仕様全く立ってないな、わかるし、後々見返すときも、どのチームから演技しようとしてたかとかもわかるし、そこまで記録しとくと、なんか本当にクローズで迷ったときにどうしようってなったときとかに、あ、でもこっちの方が全然ポイってたし、とかわかるし、なんか楽にはなんのかなって。やっぱりポイで議論にできるだけこう食い込もうとしてるってことは、その姿勢だけでもまあ、例えば一個のなんだろう、すごい体でコントリビューションとしてそのポイが例えばすごく良かったとかもあり得るので、その大事な分ポイもしっかり記録してほしいなと思います。で、2個目に行くと、なんかリーズを考えながら実施するって書いたんですけど、それはなんだろう、考えもうランキング考えながら実施してくださいってわけじゃないんですけど、やっぱり BP の性質上こうなんか8人分回ってからさてよしとか言って気合い入れて考える時間があんまりないので、こう聞きながらなんとなくその例えばオープニングハーフ終わったらどっちの方がオープニングの時点ではどっちかなとか、そのそういうふうに見るのもありだと思います。で、なんか自分の中でこうなんとなくあるディシジョンランキングっていうのをそのまあ5分とかのディベート終わった後にしっかりもう一回自分で 見直すというかフローと確認照らし合わせながら、このランキング本当にいいのかなっていうのをもう一回考えるって感じの方がスムーズにディシジョンディスカッションのプロセスもいけると思うので、なんとなくやっぱりこう考えながらランキング意識しながらジャッジはしてほしいなって思います。集中して聞いてればなんとなくの感ってのがだいたい合ってるから、うんうん、そう、でもすごく意味不明なラウンドとかあーこれどうしようとかいうラウンドももしある場合は、そこはそのディスカッションで結構動いてかもしれないけど、それでもまあ一応自分のイニシャルランキングっていうのはしっかりまあ5分ぐらいで出すっていうのがあるじゃなので、そこはお願いします。で、3つ目はなんか、まあ、スコアリングなんですけど、これはまあなんか別に今日はやらないことなんですが、大会の当日はそのディスカッションで点数も決めるし、点数がブレイクにも関わってくる以上、なんとなくこの PM なんかアベレージぐらいかなとか、そのこのメンバーすごいいいなとか、そういうこうこのスピーカーってどうなんだろうみたいなのをなんとなく頭に入れてジャッジするのも、まあ後でランクスコアリングの時に役に立つので、それも同時にやってる方が後で効率いいのかなっていう感じです。で、
4つ目はその、まあ、例えば自分がチェアだったり自分がチェアをこうディスカッションである意味変えさせて、で自分がパネルだけどリーズンフォーディシジョンを説明するっていうケースがもし生まれた時に、まあ、それを説明する場合はできるだけ複数のクライテリア、その3番で挙げた4つのクライテリアをやっぱり総合的に見たんですよっていうのをリベーターにアピールするためにもできるだけ多くのこう視点から差を説明するのを意識してほしいかなって思います。っていうのもなんかリベーター的にはやっぱりこうできるだけこのジャッジのなんか変なこと言ってないかなとか多分探しながら聞いてるから、その自分のフェアな感じを示すためにもその複数のクライテリアを使って評価したけどこういう差になりましたよっていうのを説明してあげてください。その細かく説明するのに重要になってくるっていうか、すごい助けになるのがめっちゃ細かかったフロー。このスピーカーがこの時くらいにこう言ってたアーギュメントはこのスピーカーの何個目のメッセージによって切られたよねみたいな、そこまで説明してあげるとあこいつちゃんと聞いてんなって思われるし、なんかジャッジとしてのクレディビリティもすごい上がるし、ただ単に、なんだろう、OG のこのアーギュメントは CO2 でヒートされてたよねって言われるよりも、PM の2個目のアーギュメントは、MO の3個目のレヒートによってこれくらい切られてたよねとかって言った方が、同じこと言ってるけど、全然聞こえが違うじゃん。だからそういうふうにできるようにも、本当細かくなるべく多く言ったことをそのまま取っておくっていうのは大切になってくるのかなっていう。取れちゃうかもしれないんですけど、またこのダリルってコナンみたいな人はパソコンでフローを取っててずっとカチャカチャって言って、でフェーズフォーディシジョンの時に PM の3分15秒のこのなんか全部センテンスがその何分何秒に行ったかまで克明に記録されてて、彼のパソコンになんかもう全部言えるっていう、なんかこれどうでしたかとかいう質問にも全部そのもうディベートを全て記録してあるパソコンに何か何分何秒に このセンテンス言ってみたいなのがあって、何かまあそれは全然やんなくていいんですけど、あの何かそのぐらいやられるとディベーター的にも何かあはいみたいになるなぁとは確かに思ったけど、まあそれは別にね、ダリルしかできないしやんなくていいんですけど、まあ、それぐらいやるジャッジもいるので、できるだけこう、まあ、フロア取って細かい話も拾ってあげた方がディベーターは、まあ、やっぱりディベーターに対して それが誠意になるし親切な姿勢だと思うので、そこはジャッジとしてお願いします。で、うん、最後のとこはなんかこれリズムディシジョンとか多分コンサラクティブフィードバックの時もそうなんですけど、そのディベーターは自分は説明したっていう気になっていて、でもジャッジとしてはそれはあんまりこう分かるけどその話をこう評価しきれないとか1位にする理由にはならなかったみたいな時が多々あるかなと思うんですけど、その時に説明してほしいのが、確かに言ってることは分かったしこういうポイントを出してくれたのは良かったんですが、なんかここの話がありませんでしたとか、その話がどこまで証明していたんだけど何が足りていなかったのかみたいな細かいその説明をしてあげるとディベーターは納得してくれると思います。例えば何だろう、なんかエグザンプルはなんか去年のクイティでなんかフェミニストムーブメントシルシークアバノバンオンポルノグラフィー、なんかフェミニストムーブメントはポルノグラフィーのバンをこうバンの方向に動いた方がいいってやつが出たんですけど、例えばそれのこう、うん、OG がポルノがとりあえず女性にとってダメだよねって話はすごい出してたとしますよね。でもなんかそれ確かに OG ガバの必要な話なんだけど、モーションが求めてるのってフェミニストムーブメントとしてそれをこうやるのどうなのっていう話で、例えば OG がそれで3位とかになった時にすごい、いやでも女性にとって悪いって話したじゃないですかとか言われ
してもジャッジでなんかもし皆さんが説明するときに確かにその話大事だったんですけど、そのフェミニストムーブメントっていうなんかリンク、そのもうちょっとの関連性のところがちょっと不足していたのでとか言ってあげると、あのどこまでは分かったけどここがなかったよねとか、そういう細かいこうチームへの説明になると思うので、そういう点を意識してもらえたらよりなんだろうな、リズムとかフィードバックもしやすくなるかなと思います。はい、大体こうやることが終わってしまった感じが。じゃあ最後に来た人だけのなんか嬉しい話をします。まずジャッジとして覚えておかないといけないのは、これ BB に限らずね、本当に NA でも A ジャンでも何でもいいんだけど、なんかみんなが思ってることで一番俺が嫌いなのは、正しいディシジョンっていうのがあるってみんな思い込んでる。でその正しいディシジョンに合わなかったら、あやべえマイナーしたとか、やべえ俺間違えたとかってみんな言ってて、なんか正しいディシジョンそもそもないよってのが一番重要なこと。なんでかっていうと、人それぞれが自分のどう説得されたかとかによって考えるわけであって、その人それぞれのどの基準を、なんだろう、なるべくホリスティックになるべくフェアに見るんだけど、若干差が出てきちゃうっていうのはしょうがないわけじゃん。だからそこによって順位とか変わってくるっていうのも本当しょうがないわけだし、言うて俺も普通にハルティ、ジェミニ、その前も何かあったはず、全部決勝マイナーボートしてるし、でもだからといって俺今でも間違ってると思ってないし、なんか負けた方が勝ったって今でも思ってるし、 ICJ も優勝したからだし、なんかそんな感じで本当に自分としての思ったディシジョンっていうのが本当にそれに自信持つべきかなっていうのがまず一個ね、本当に大切なことで、なんでかっていうとディベーターっていうのはその大会で結果を残すためにその大会に向けてめっちゃ練習してるわけじゃん。もう何週間もやってるし、週3、週4とか夜10時過ぎくらいまでやってるのもあるし、そういう努力を見てあげるのがジャッジの仕事じゃん。だからこそそのジャッジとしてそのディベーターの今までの頑張りを評価するっていう立場にある以上は、そのジャッジが自分のディシジョンに自信持ってなかったら逆にディベーターめっちゃ失礼じゃん。そんだけ頑張ってきてる人を評価する、そんだけ頑張ってる人たちのブレイクを決めるとかっていう権利をある意味持ってるじゃん。その権利に対してある程度責任があって、それはちゃんとなんか自分のジャッジに自信を持って、それが自分としてベストをできるっていう思いがなくた、なんだろう、自分のジャッジがうまいと思わなかったとしてもある程度自分のベストはやり尽くすって感じで、自分としてのディシジョンはこれだっていう風に、でそれが例えば他のなんかもっと上手い人に匹敵しないと思ったとしても、それはディベーターには見せないことがまず1個目、すごい大切で、本当にそのなんだろう、自分としてのディシジョンには自信持つことは大切かな。なんでかというとそのディシジョンによってディベーターは左右されるわけじゃん。じゃあその左右されるディベーターがそのジャッジが自分のディシジョンに自信持ってないって分かって、そのディシジョンによって自分の運命が決まったって感じたら、まあ切れるよね。だからそこは本当になんだろう、ディベーターのためにも自分のディシジョンに自信持つことっていうのは大切で、さっきもマリが言ってたけど、本当だからこそそういうディベーターに責任があるジャッジだからこそ、まあ手を抜かない、ちゃんと細かく説明してって、聞かれた質問には答えて、なんかよく聞くのがパネルでついた人があんまり経験ないからチェアに聞いてくださいとか、あんまフィードバックできませんとかって言うけど、そういうのじゃなくて、なんか完璧じゃなくていいから自分なりのできるベストでちゃんとディベーターにも向き合ってあげるべきだし、自分なりに感じたことっていうのはそれによってある程度ディベーターが影響されてるわけだから、その気持ちっていうのも全部伝えてあげるべきだし、だからこそなるべく細かく見ていって、ちゃんとそのディベーターの話を聞いてるっていうふうに見せてあげて、もちろん聞いてあげて、でそれをもとになんでそういうディシジョンになったか、なんで自分はそういうふうに考えたのかっていうのをちゃんと伝えていくのは大切なのかなっていうふうに思います。あとはやっぱそのさっきもコンセンサスディシジョンがなるべくいいって言ったけど、だからといって必ずしも自分が絶対これは1位だなと思うのを曲げる必要があるってわけではなく、本当に自分が本当にこれは1位だと思って
他の人たちがそれは違う違うって言われても、もう自分の中でそれはもう動かない、自分のディシジョンに自信があるとしたら、じゃあそれはもう冒頭になってもいいんだよ。なんか自分のディシジョンを曲げてまで自分の思ってることに反してまでコンセンサスを求める必要はないのかな。ただ単に本当に自分としてまあこれが1位じゃないのかもしれないな、こっちが1位でもいいなっていうふうに理解できて納得できたなら全然変えてっていいんだけど、その納得ができてないのにコンセンサス取らなきゃっていう思いに縛られる必要はないのかなって感じ。だから本当に自分として守るとかは守らないといけないし、その例えばその自分が1位と思ってたチームはそのジャッジのパネルの中でどの人がいいとかどの人が語りかけるとかって意識を持ってディベートしてるわけでもないし、誰かがちゃんと自分たちを守ってくれるかなっていう思いでやってるわけだから、もしそれが自分のパネル自分たちに乗った場合は、まあ、そう言ってきたなるディベーターに対してもちゃんと守ってあげるべきだし、そこはちゃんとやるべきかな。だから本当守るとこはちゃんと守るし、譲るとこは譲って、そういうふうにまあなんだろう、ある意味なんか普通のネゴシエーションみたいな感じなので、ちゃんと自分の守りたいと思うとこは守りながら、まあ変えてもいいと思うとか、他の人がなんかそこは絶対そうってならそれを尊重してあげてもいいし、そういうふうに話し合いながらディスカッションをしていくといいのかなって感じです。とあとはまあ多分ジャッジとしてはブレイクを目指したいと思ってるから、ブレイクのための話をちょっとすると、一番大切なのは信用されること。でその信用されることっていうのはジャッジにもだしディベーターにも、で結局なんでかっていうと、そのジャッジブレイクを決めていく過程っていうのはそのフィードバックのスコアがもうほんと8割方なのね。だから本当にジャッジテストしくったとしてもフィードバック当日めっちゃ良かったら悠々とブレイクできるし、逆にテストめちゃくちゃ完璧でもその当日のスコアめっちゃ広かったらブレイクしないし、結局はそのディベーターとかジャッジとか自分が評価される、自分を評価する人にどんだけ信頼されるか信用されるかってとこで、結局はその信用するために何が必要かっていうと、まあちゃんとディベーターだったらそのディベーターにちゃんと正面から向き合うこと、ちゃんと自分はこういうふうな理由でジャッジしたんだよ、こういうふうな理由でこういう順位をつけたんだよっていう話をちゃんとしてあげることだったり、細かく見てちゃんとそのディベーターにとって一番いいフィードバックをできるように頑張ったり、そういう姿勢が一番大切なのかなって感じです。で若干なんだろう、アドバイス的な感じで言うと、そのフィードバックするときとかリーズン言うときに、この話立ってなかったよねとか、この話取れなかったとか、あんま否定的に言わない方がいいのかな。なんか一番ジャッジブレイクに近い道のりは、みんなに嫌われないこと、みんなと仲良くなることで、なんかジャッジ終わった後にあるチームにあのジャッジダメだったなって言われないようにすることが一番大切で、じゃあそのためにどうすればいいのかっていうと、本当にディベーターっていうのも人間です。だから自分評価されなかったら嫌になるじゃん、でクソってなってもう3でいいやとか2でいいやとかなりがちだから、で多分それもみんなもディベーターの時経験したことある気もすると思うし、そういうのそうなんないようにどうすればいいのかっていうと、まあ言っちゃえばこう機嫌取りやディベーター、本当にそのディベーターのこのアーギュメント取れなかったよとか、このアーギュメントダメだと思うとか違ったよねとかって話だけっていう言い方じゃなくて、同じことを言ってんだけど言い方をちょっと変える。例えばさっきお前にも言ったんだけど、このアーギュメントはここまでしか取れなかったんだ、だから取れた前提で話したい、このアーギュメントはこの段階までは取れたんだけど、このアーギュメントを全部取ってあげる、ちゃんとなんかそのインポータンスとかそのアーギュメントをフルに取ってあげるためにはここまでの説明が必要だったよね、だけど今回はここまでしかできてなくてそこの差がちょっと大きかったな、それを他のチームと比べると他のチームの方がこっちのチームはここまで説明できてたからこそなんか今回はこっちにかなわなかったのかなって思います、でも全然できてなかったわけじゃないよ大丈夫だよみたいな感じで、ちゃんとある程度できてたんだよってことを前提として、じゃあどこまでできてたのかで何が足りなかったのかっていうのを説明するようにすると、本当嫌われることはないのかなって感じです。うん、そんな感じ。あとちょっと行き帰ってることと重なるんですけど、その例えばなんかまあチェアとかなり自分の最初のランキングが違ったとしても、なんかディシジョンが割れるっ
ガチ側で資料を持つのは普通当たり前のことだし自然なことって感じで、っていうのもなんかそのすごいこう有名なディベーターが集う国際大会とかでも実際ブレイクランドのディシジョンがすごい全然違うとかもあり得ることなので、なんかきっとこのディシジョンしかないんだとかそういう考え方じゃなく、その分かれるのが自然で違うのが自然っていうなんか前提のもとで、例えばなんかその違いを説明、そのなんで自分は他の人が3位のところを2位にしているのかとかを説明するときに、自分の貢献として他の人があんまり評価してないところを見落としちゃってるところを自分がこう気づいて、それをディスカッションでこう周りの人を説得できたら、すごい自分の存在がそのディスカッションの貢献につながるっていう感じで、なんだろう、なんか他の人が見落としてるところを自分が実はすごい分かってるっていうこともラウンドによってはあると思うので、そのディスカッションの中での貢献っていうのはなんかやっぱり自分なりの責任を持ったランキングっていうのに対して、そのどうしてそれをこの話を評価したのかっていうのを説明することによって、チェアとか他のパネルとかもそういう視点に気づけるっていうすごいいい機会なので、そんな感じでこう、まあ、とりあえずいっぱいディスカッションで喋るっていうのがまずなんだろう、うん、VP のなんかあの土地においてはいい経験だし、それでだんだん慣れていくとこうより自分のディスカリーズンっていうのをできるだけこう説得的に説明できるようにもなってくると思います。はい、だいたいこちらとしてはこんな感じなんですけど、質問はありますか？じゃあ、なければ全体はい、一応ちょっと早いですけど終わりたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。